伊勢崎町のモールすぐそこからね、暑いんでナイトツーリングをしようかなって思ってる。ランドマークが映るかな。走るとナイトツーリングっていうほどこじゃれたもんでもないんですけどね。あ、間違えた。災害級の暑さと呼ばれてまして、今年もう東京とか埼玉とか神奈川とか36度7度とかの日々が続くんですよ。で、関東だけじゃなくて東北とかも南の方も、何だったら北海道とかでも30何度とか、やばいじゃん北海道で。それ昼間バイク乗ると暑いじゃないですか。だからね、夜走りナイトツーリングをしようかなって思ってます。で、今伊勢崎町がすぐそこで、みなとみらいすぐそこなんですよ。もうランドマークタワーが目の前に見えてるんだけど、野毛の方に行こうかなと思ってる。みなとみらいの夜景、横浜のナイトツーリングってみなとみらいの夜景を期待する人にはね、ちょっと後回しになっちゃうんだけど、もうそういうのはそんなやってきたんで、いつも見てるし、でそういう横浜の夜景みたいのを紹介するのもやったことあるんで、同じことやってもなんかやだなと思って、野毛山動物園のそばにある野毛山公園っていうのかな、そこになんか展望台ってことじゃないんですけど、ちょっと高台があって夜景見れるんですよ。まあそこから行こうかなと思って。もっとねこちょ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 した道からも行けるんだけど、正統派な道から行きましょう。この野毛坂っていう交差点を曲がって横浜市立中央図書館があって、このまま道なりに行くとね、野毛山動物園、ほら看板あるじゃん、野毛山動物園。これね、なんで今回の夜走りに野毛の展望所をやるかっていうと、みなとみらいの夜景はあれ来たりつまんねえな、せっかく横浜の人間なのにって気持ちももちろんあるんだけど、野毛山動物園って無料なんですよ、入場料が。あれこれどっちだ、まっすぐでいいんだよな。ここにね、見づらいと思うけど、シマウマとかライオンとかトラとか動物の、あ、ここね、見て、この目の前が野毛山動物園なんですよ。ちょっと今ちょっと一回止めさせてもらおうか、説明のためにね。ここには行かないけど、ここが野毛山動物園です。で、バイクの駐輪スペースがここの併設されている歩道橋の真下のあの辺のスペースに、バイクの駐輪場のスペースもあるんですよ、無料で利用者ならね。だから入園料も無料だし、駐輪ももちろん無料だし、無料で楽しむことができる横浜市がやってる動物園があるんだけど、8月からの土日はナイトズーって言って、他の横浜市のズーラシアっていうでっかい動物園もそうなんだけど、野毛山動物園も夜中、夜まで時間を延長して8時最終入園で最終退場8時半までやるそうなんですよ。で、夜だから昼間寝てばっかりの動物も動きが違うんじゃないかみたいに言われてまして、これ車じゃないから俺はこっち行っていいんだよな。だから夏の暑くて夜走りしようってしてるんだったらちょうどよくない？夜7時ぐらいに着くぐらいに行ければ行けいいし、すごいいいと思うんですよね。あ、ちなみにこれが展望台のある公園なんですよ。まあさっきの歩道橋を回って、あの歩道橋を渡った下に駐輪があるよって言ったじゃないですか。あの公園がそのまま続いてるんですよ、こっちにね。だからあのまま公園に止めてやってもよかったんですけど、今ちょっと軽く紹介がてら、まあ、ちょっと人いないんで本当は止めちゃあんま良くないんですけどね。この辺ね、地元の人だったら大体ね、あ、バイク止まってんじゃん、やべ、同じ夜走り組じゃねえか。気まず、同じ夜走り組はいました。ね、あんまり良くないんですけど、トイレもあるしね。で、さっきのザ・バイクがいて同じで気まずいんだけど、え、良くない？夜走りにさ、夜走りの始めとして夜から集合してさ、
って夜の動物の活発、昼間寝てるレッサーパンダのとかの夜の動きがもしかしたら活発かもしれないから夜見て、で閉園後に夜景も見れるんだよ。ここから港未来のちょっと穴場の、なんかさ、夜の夏の夜ってさ、鬱陶しい人が多いじゃん。人が街中夜な夜なわら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 してさ、港未来なんかみんなでツーリング行くならまだしも、一人で夜走りなんとなく流したい夜ってあるじゃん。夏のなんか寝苦しいとか暑いとか寝つけないなとか、ちょっと気晴らしにとかさ、まあ、女性一人で来るのはね、まあ、ちょっと暗いね。そこにエレベーターもあるんですよ、まあ、この時間だからね。エレベーターはやってないけど、うん、ちょっと怖いね。そんなに大きい公園じゃないけどさ、もう誰もいないじゃん。よかったよかった。カップルがいて殺してたらどうしようかと。あれ、人いる。いるよ。酒を飲んでるっぽい感じだった。まあそんなに大したね夜景ではないかもしれないけど、穴場的な夜景って感じかな。まあね、言ってもさ、目の前にランドマークタワーとか、まあ、アクションカメラだからちょっと遠く映ってるかもしれないけど、かなり近くにランドマークがあることからも分かるように、港未来すぐそこなんですよ。だからわざわざここまで来といて、そんなにめちゃくちゃ長期でってわけじゃない夜景を見るんだったら、まあぶっちゃけだなし、港未来の夜景を普通に大桟橋とかさ、メジャーどころ、象の花パークとか、そのバイクでよく行く横浜にバイクで夜行く夜景を見るって定番のところあるじゃないですか。そこ行った方がいいと思いますけどね。あくまでも穴場的にね紹介しました。坂が多いんですよ。で本当はナイトズー、せっかく夏の夜走りをするんだったらナイトズー絡めた方がいいと俺は思ってます。次はね、アイス食べようよ。俺たちもアイスって言ってもコンビニアイスじゃないんだよ。アイス屋さんに行くんだよ。この時間今何時だと思いますか？10時49分、夜22時49分なんだけどね、今まだ営業してるアイス屋さんに行きます。えって感じでしょうね。実はね、もう前にもね、そこのアイス屋さん行ったことあるんだけど、伊勢崎町の隣の隣っていうのかな、南太田っていうのかな、井戸ヶ谷っていうの、南太田なのかな、9時にアイスっていうおしゃれぶったアイス屋さんに行きます。めちゃくちゃ美味しいってわけじゃないけど、普通にまあパフェみたいな感じ、アイスパフェみたいな。で、9時にアイスって21時にアイスと書いて9時にアイスなんですよ。その名の通り夜中遅くまでやってるアイス屋さん、夜中の24時までやってるはずです。やってなかったらどうしよう。 Google がたまに嘘つくじゃん。で、あ、この路中の車の多さからも分かるように、多分これ9時にアイスなんですよ。で、車だとやっぱ目がすげえ並んでる、やばやめようかな。すいません、やめちゃおうかな。そんな並ぶ、やっぱみんな夜の暇つぶしで来てんだな、これな。一回ゆっくり通り過ぎますか。バイクもいっぱいいるもん。ちくしょう、何人いるかな今。レジ待ちが団体で来てるからダメだダメだこれダメだダメだこれ。ちょっと一回離れましょう。もう最悪諦めましょう。そうだろう、まあ、
夏でどっか行くあてもなく夜中やってる店でちょっと面白おしゃれなって感じで行くんでしょうね。でも路中が結構ね迷惑になっちゃうんで、車じゃなくてバイクだからこそ行きやすい夜のアイス屋さんって感じでね、動画に載せたかったんで教えたかったんですけどね。安くはないけど、まあ普通に夜にアイス食べに行けるアイス専門店で、ちょっとなんだろう、ドライフラワーとかあって、まあ普通に こじゃれてるっていうのかな、チェーン店なんですよ。一応こじゃれた雰囲気が味わえて、なんか夜遊び感が手軽に味わえるっていうのかな。あの夜しかやってないんですよ。夕方から深夜までしかやってないんですよ。だから昼間にはあそこ行ってもやってないんで、夜走り専用的なねところあったんですけどね。くっそさあ、じゃあ次はもしかしたら昔の動画で紹介したことあるかもわかんないんだけど、みなとみらいの夜景が一応味わえて、でも大桟橋だとか有名象の花だとか有名どころとはちょっと違う、俺の中では穴場だった、最近どうかわかんないけど、そこに行きます。この通りから一本裏手が野毛って言われるエリアで、飲み屋さんがめちゃくちゃいっぱいあって、飲み屋街みたいになってるんですよ。だからね、この界隈は11時ですけど、まだまだみんな飲んで、こんだけ人がいっぱいいますからね。ほら団体が飲んだ後ね、アイス食いに行ってんのか、俺にも食わしてくれよ。はい、桜木町駅前で、おしゃれガールがいっぱいいます。ここ右に行きます。ちなみにこの北中ノットっていうやつなんですけども、建物がね、このオークウッドなんちゃらっていう40何階が無料展望所があるんですよ。めちゃくちゃ綺麗ですよ。昼間行ったことあって、夜は行ったこと、あ、夜行ったことあったかな、どうだったかな、ちょっと忘れたけど。で、俺が紹介する穴場がここの、この脇からね、ちょっとバイクを入れてもらって変に行きましょうか。押してこうぜ。割とね、穴場なんですよね。よいしょ。ランドマーク映るかな。映ったかな。もっといいベスポジないかな。とかやってる自分がちょっと恥ずかしいです。もうちょっと押していこうか。なんか三脚立ててカップルショット撮ってますね。いいねそれね。ただいま23時35分かな。でもさ、さっきあんだけ並んでた連中、あ、もう全然混んでますね。なんだったらバイクめちゃくちゃ増えてる。しかもなんか原付集団みたいなのがめっちゃいる。ダメだもっと早く来た方がいいかも。じゃあもうこのまま終わっちゃおう。横浜夜走りツーリングね、下の中のナイトツーリングってほどのナイトツーリングはできなかったけど、参考にして熱中症に気をつけながらね、バイクライフを充実してもらえたら幸いです。まあ、夜なんで注意点としては、スピード空いてるからってスピードを出しすぎない、まあ、俺らが悪いんじゃないけど、横断歩道がない、例えばこことかで黒い格好なのに横断歩道がないからけど面倒くさいからっつって、夜中だからいいペースって渡ってくる人がいるんですよ。あとおじいちゃんとか、
で黒いから直前まで意外と見えなくて気づかなくって、それで死亡事故とかが結構夜中の横断歩道がないところで横断してくる歩行者と衝突で死亡事故が増えてるらしいんですよ。それに気をつけなきゃいけないから、やっぱスピード出しすぎないこととか、あとはなんかね、やんちゃな子も多かったりするじゃないですか、夏の夜はね。だからそういうのがね、危ない人は、女性とかはね、十分気をつけて。あとはなんだろうな、あんまりないかもしんないけど、暗い道とか獣の飛び出しとか、あとは暗くて見えないけど人とか自転車とかね、あとは住宅街とかだとあんまうるさいのは迷惑になっちゃうから、まあほどほどにってところですかね。他にもね、ナイトツーリング、昼間なんか行くしないからさ、夜走りをもうちょっといろんなところ行きたいなと思うんだけど、今回はこんな感じでやってみました。じゃあ気をつけて夜走り楽しんでみてください。